にゃんと登場。こんにちは、さとちんです。今回作るのはこちら、妖怪ウォッチトゲニャンです。トゲニャンはジバニャンが風邪をひくとこの姿になってしまいます。プラモデルでもトガありまくり、俺っちトゲニャン。それでは作っていきましょう。オープン。はい、袋から出すとこんな感じです。1,2,3,4,5個、5個のランナーからできています。トゲニャンということで、このフィンファンネルのようなトゲトゲがありますね。そしてシールはこちらですね。お、ガチャピンのような感じ。それではパーツを切り抜きます。パチリパチッと、パチッと取って、ガシャコン、パチリパチッパチッ。顔をはめ込みの、おい、かっこいいね。このいいね、グリーンはいいですね。適当に土台も切って、びっくりマークを切り離します。お、取れた。お、なんだろうこれ、ピヨってる。鳥ちゃんがいるよ、鳥ちゃん。次は胴体を切り離していきます。パチッとね、パチッとね。ブシリ。いいのかなこれで。逆側もパチリ。トゲニャン。A4 が後ろ。ここにはめ込みます。A4。A4、A4 か。おわ、すげえ、レジェンド。プロビデンスのような感じ。A1。よし、これだ。H が角。うわぁ、完全にプロビデンスだ。まあ、ガンダムのね、ガンダムシードを、プロビデンスがわからない方はガンダムシードをググってみてください。ここにつける。そしてここにもこれをつける。おぉ、そうすると、動くわけですね。そしてこれを、トップだ。ここに、こんな感じかな。おぉ、トゲトゲしてるね。すげえかっけえわ。おお、あと少し、あと2個で埋まる。H と A3。OK! トゲニャンのトゲトゲが完成された。おい。はい、次は胴体に差し掛かります。ここにはめ込み。はめ込んでからのパチリ。パチリ。そしてオレンジ。オレンジのここの部分を取って、よし、やっと入ったぜ。やっと入ったぜ。足をパチリ。ドッキング。腹巻きからの胴体。パチリ。これ逆だね。左足を取り付けてからの右足も、右手かな？足かな？猫だから右足かな？お尻にくっつける。おお、最後は頭を乗せます。お、これでトゲニャンの完成かな？ウィー、トゲニャン、シールなしの完成。ここからシールを貼っていきましょう。シールを貼る前に組み立てちゃったけれど、シールを貼った方のがいいですね、先に。いつものジバニャンの顔は、ここを押すと、取れるんですよ。取れるんですけど、今回のトゲニャンはですね、フェイスパーツの替えがないので、出すことができません。なので、組み立てる前に顔のシールは貼った方がいいと思います。目のところのシールは、ここをね、合わせながら貼るといいのですが、僕は違います。僕はここを切ります。切って、自分でね、この感覚で貼ります。そっちの方が綺麗な気がしますね。口はこれでいいかな。おい。おお、だいぶ、トゲニャンが完成しつつあります。なんと、このシールを折り曲げた輪っかで、輪投げができるそうです。ほい。まあね、遊ぶというよりかは、飾りですかね。もう、ここら辺から、せいやみたいな感じでございます。完成図はこんな感じですね。ふんだんにシールを貼ってみました。絆創膏。トゲニャン。悲しいニャン。ここが曲がりますね。ユニコーン。ユニコーンみたい。ユニコーン。パッケージと比べてしまうとだいぶ違いますね。付属でついているこのトリッピーとびっくりマーク。ここはね、正直、いらないと思います。これが、ベストですね。トゲニャン。はい、ご視聴ありがとうございました。妖怪ウォッチプラモデル、トゲニャンの作成でした。
1月末にはオロチも出るということで、そちらもね、作成したいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。さようなら。